細海墓志郎6月24日から1964年2月8日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。農業、細海遺跡地の4、男として長野県南作郡桜井村に生まれる。野沢中学を経て、1908年11月海軍兵学校を卒業し、1910年に小委任官。 1914年海軍水雷学校高等科を卒業後、駆逐艦、カバ乗組、第一特務艦隊参謀、佐世保鎮守府副艦などを歴任。1920年、海軍大学校を卒業。以後、第四戦隊参謀、軍令部、第二班第四課参謀、夕張副長、日向副長、暮軍事部第一課長、鳥海艦長、軍事局第一課長。 佐世保交渉造兵部長、道の区官長などを歴任し、1935年海軍少将に進級。以後、第5水雷戦隊司令官、海軍通信学校長、海軍水雷学校長兼務、第4水雷戦隊司令官、第1航空戦隊司令官を務め、1939年に海軍中将、旅順洋行部司令官を拝命。その後、 第一図開始艦隊司令長官を経て、1941年7月、第五艦隊司令長官となったが、アッツ島沖海戦での指揮の不手際により更迭され、1943年予備役に編入された。同年11月から1946年3月まで、最後の南洋町長官を務めた。その後公職追放となった。ありがとうございます。